はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。では今回は信長の野望大使石田三成でのプレイ、大使両乱続きをプレイしていきたいと思います。で、引き続きバンコクからプレイをしているんですけども、実は明日からですねシンガポールの方に移動しますんで、ちょっとシンガポールでは収録は難しいかなと思いますので、石田三成プレイはですね、ちょっと今日、アップするのをまあ、ご覧いただいた後はですね、日本帰国後に、プレイの方していきたいと思いますので、もしかしたらちょっとね感覚が空いてしまうかもしれないんですけども、気長にお待ちいただければ嬉しいなというふうに思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、前回はですね信長を攻めていたんですけども、ちょっと操作をミスしてしまいまして、信長と和睦をしてしまったので、まあ、この間に内政に力を入れて信長との和睦が解けたら再び信長攻めをしていきましょう。報告いたす。でここで足利浅井との同盟がまた切れますんで、いつもの兵糧外交していきましょうか。で信行が信濃に兵を進める、まあ迎え撃ちましょう、もし本当に兵を進めるようであれば。さあ、浅井との同盟が切れてますんで、ここは忘れないうちに外交を入れておきましょうね。ご命令を。はっ。ここは通商の、まあ交渉して通商できるところを増やしておいた方が良さそうですね。ちょっとばかし通商できる箇所が少なくなりすぎている感じがするので、通商の交渉に乗り出しましょう。この際通商がまだ結ばれていないのがどこだったっけなっていうところからだな。鈴木は通商できるよね。もう長野はどうしたんだっけ。通商協定できるね。長野に対して通商協定を結びに行きましょう。で、あとは種まきですね。種まき、稲葉山で種をまくか鳥羽で種をまくか、まあやっぱ鳥羽だな。承知した。まあ兵糧の収入もね少しずつ安定を増してきてますんで、まあ、このまま安定的な兵糧収入を得て継続的に戦争ができる状態をね維持していきたいですね。では浅井には兵糧を差し出してもらいましょう。で同じく足利も兵糧をくださいと。おっと、ここで長政が信長に宣戦布告か。これおそらく信長が浅井にやられるな。ちょっと想定外だな。どうしようかな。ただここでどっちを支援するか選べるんだな。よし、ここはいっそのこと信長を支援しましょう。で浅井を先に滅ぼす。そうしましょうか。で秀吉が鈴木に参戦か。信長に6ヶ月ほど兵を貸す。これは貸しましょう。大垣と亀山いいですね。見返りとして鉄砲か軍馬か金か。鉄砲だな。礼を言おう。で24ヶ月の同盟を条件に足利からは兵糧をもらいましょう。お、浅井との交渉、これ浅井と信長が戦争状態に入りましたけど、我々は
信長につくと話をしたんですが、交渉は続行なんだな。なんかこれはこれで変な話だけどな。どうしようかな。兵糧11,700一旦もらって、もらってから、即時に、かなり姑息ですけどね。姑息ですけど、兵糧をもらってから、ただあれか、信長も浅井も兵は出してはいないですね。ということは、浅井が兵を出した直後に、宣戦布告していきましょう。手切れからの宣戦布告、それでいきましょう。いや兵糧も10万超えてくると安心感あるな。報告いたす。まあ、ちょっと秀吉軍にね、鈴木が対抗できるとも思えないんで、鈴木はおそらく滅びそうな、そんな予感がするな。それも一つの策ですね。これにて表情を終わります。かような策はいかがでしょうか。民中上昇補正隊、拠点の民中が上がる。これすぐにでもやりたい。策がございます。文国法制定、民中上昇補正中、あ、これも民中が上がると。家臣の忠誠も上がるんだな。これもやりたいな。まあ、家臣の忠誠に関してはね、前回もお話した通りあまり効果を感じていないというか、今回家臣の忠誠がそこまで重要かなというのはあるんですけどね。まあ、そしたら民中上げといた方がいいので民中上げにかかりましょう。それから流民保護もやっちゃおう。であとは、そうだな、金山開発、金山は5個持ってますからね。あとは金銀加工もやろう。収入アップ。いや家臣が優秀だと助かりますね本当に。であとは末森刈谷あたりから兵をこの後出していくことになると思うので、岩村城もひともみにできそうですね。木曽福島とかちょっとどうなってんだろう。まあ先に忘れないうちに進出をやっていきますか。そうなると金がかかるところよりは、まあ、長野に対してやっていきたいけど、もうすでに3つの家が進出済みであまり通商協定を結んだ意味がないよ。市場開放のね、支度をやると4つ目の家も進出ができるようになるんで、ちょっと市場開放を急いでやった方がいいかもしれないな。今ねもう進出できるところがないんで、かといって投資するお金もないという状況ですからね。ちょっと市場おったあったけどお金がないね。市場開放を狙いに行きましょうか、次のターンあたりで。そうするとちょっと歩兵周りを整理しておきましょう。郡上八幡とか中途半端な数字になってるのは流民の問題。はっ、承知した。はっ、まあ、あの兵はね、集めるところは集めて、もうその農兵をゼロにするところはゼロにするっていう施策をね、ちょっと今後やっていきたいと思っています。でそのためにも非武装地帯みたいなところ、まあ今で言うと信長を攻めれば逆に尾張はね、もうあまり敵にさらされる可能性はなくなってくるんで、尾張はもう米どころにしていくみたいな、そういう作戦も必要になってきますよね。あとは長政がどういう動きをするかで、長政に対して回戦を仕掛けていきましょう。報告いたす。まあ重要な先月の収支、兵糧提供元であった鈴木が秀吉に滅ぼされるっていうのは重大問題だな。でも
おっと、金がないな。本当に金がない。しょうがないな。ここまで大事に大事に集めてきた兵糧をちょっと一部売りましょう。本当に今回お金、兵糧のマネジメントが重要ですよね。お金と兵糧がないと立ち行かない。まあある意味現実に近い形にゲームの内容をチューニングしてきたんですよね、おそらく。もう進出できるところはないかなとなると、ますます竹を攻めたくなるな。村上が長宗我部によって滅ぼされて、長宗我部が、ね、相当大きくなってると思いますね今で。さらに長宗我部が元就の首、つまり毛利に戦争を仕掛けるか。勢いあるな。おっと、ちょっと待ってくださいね。鈴木が滅ぼされたというのも大きいんですけど、今これを見ると信長が大垣に集結しているということは、おそらく王国いたす先月の終始、浅井が兵を挙げてますね。こちらも浅井に宣戦布告して一気に決めに行きましょう。吉本が浜松を狙ってる。信長が攻め込むのか、逆にであればこちらは浅井に対して宣戦布告を仕掛けていきましょう。信長の力を増させるわけにはいかないんでね。お見せしましょう。秀吉から兵糧1万が提供された。でかいな。では早速兵を進めていきましょうというところなんですが、その前に金銭それなりにあるんで、兵を進めていきましょうか。どうしようかな。まずは日野に攻め込み、兵28,800、まあ出しすぎな感はありますけど、まあいいでしょう。進みます。さらに面倒なんで兵を出していきます。家康の出陣。報告いたす先月の収支だ。表情を始めましょう。まあ、信長にはできればね、城の一つも与えたくないんで。考えかと。これにて表情を終わります。民中上昇補正第板倉西洋。我が策をお聞きください。あとは奏者作法ですね。まあ利休もねこちらについてますからね今は。御用商人抜擢ってちょっとどんなんでしたっけ。鉄砲購入費用が減少か、これ大きいですね。まあ、ただ今はちょっと先に置いておいて、そうだな、何やっとく。まあ、文国法制定はやっときましょうか。であとは農業系のね、その干ばつとか洪水とかそういうのの対策もやっておきたいですけどね、ちょっと今はないので諦めましょう。
かたじけない。いや信長軍だいぶ兵集めたな。おっとちょっと忘れちゃってたな。ん、信長が勝ったか。これ信長に負けてられないな。取り囲め、包囲せよ。信長が変な話勢力を盛り返す可能性があるんで、それを避けるためにも急いで兵を進めていきましょう。信長はでも兵を引いたは引いたでいいんだよね。まあ兵さえ引いといてくれれば、まあ一つの城を与えてはしまいましたけど、いや信長はさらに兵を進めてるな。立ち戦だ、立ち退きを上げよう。厄介だな、これ以上信長が勢力を伸長するのは厄介なんで。片付けない。信長が負けてくれると一番良かったんですけどね。進みます、行くぞ。報告いたす、先月の収支だ。いや信長とまさか食い合いになると思わなかったな。承知いたしました。承知した。まあ信長軍に対しても長政も抵抗する力ないから、観音寺が信長の手に落ちるか。いやこれは嬉しくないニュースだな。我らの勝ちだ。まあせめて残りの城は全部奪い取りましょうか。朝倉義景が入ってくるんだな家臣団に。まあ久政か、久政とかね、まああの長政の父親ですけどね。まあここは一旦逃がしてあげる。かたじけない、行くぞ。清水山に急いで兵を進め。取り囲め。でこの後は信長攻めをまたしていかなきゃいけなくなっちゃったな。そうなると信長から3つ城を奪ったけど、信長が長政から2つ城を奪ったんで、また信長が脅威になりつつあるっていうね、本末転倒だな。ご命令を。承知いたしました。承知した。はっ。いやだいぶこうやって見ると労力もゲームを始めた頃に比べて上がってきてますよね。承知した。あとはやっぱルミンが多いところでね、開墾はやっていく必要があるんで。はっ。まあ一旦これくらいにしときますか。またチャンスはあるでしょうというところで、今は浅井攻めですね。浅井攻め。これで北条 VS 長野も始まってますね。これはどちらにつくかというと、まあ長野にしよう、通商の関係もあるし、今川との関係がこじれそうな気もしますが、長野から兵を貸してほしいという依頼は、どこかの兵貸してほしいの。高藤、つつじがさっき富士吉田の3つの城、まあいいでしょう。金銭よりは鉄砲だな。かたじけない。よし、金ヶ崎も取ったね。参ります。じゃあこのまま、あ
後に続け兵をさらに進めていきます。この城もらい受ける。で清水山も取りましたね。かたじけない。戻るぞ。包囲しろ。報告いたす。でここで松永久秀との同盟が切れるんで、いつもの外交をねこの後していきましょうか。いや本当に米に余裕があるって安心感あるな。ある程度大国化するとこんな感じになってきますね。良き考えかと。これにて表情を終わります。お、鉄砲証券成長上昇か。これやりましょう。策がございます。で半蔵から、わー鷹の目もやりたいな。奇襲を受けるリスクが減りますからね。ただ鷹の目はできないな。軍事が130も必要となるとちょっと先になりそうですね。まあ、鉄砲蔵さんを先にやっておきましょう。で鉄砲蔵さん2ができるんで2もやっちゃう。でそうだな、まずは水路整備からやっていこう。で不審系はというと、金利外交、まあ論議系ですね、は特に欲しいのないからいいか。まあ、いずれ大きいのが来た時のために貯めておきましょうね。承知いたしました。ちょっと金がないよな、やっぱりいかんせん。承知いたしました。このあとねちょっとまた城に誰を入れるかというのも含めて立ちはだかるなら整理をしていかなきゃいけないですね。まあ、浅井が滅びるのも早かったな。ここはチャチャを差し出してもらいましょう。チャチャを、長政も入ってるよね。で淀殿、まあチャチャですね。でお初におご、よしよし、いいですね。全員登用しちゃおう。で一旦騎乗させて対信長戦に備えようというところになりますね。長野 VS 北条はどうなんだ。北条の方が圧倒的に有利そうだけどな。お、ただ長野が勝利したか。北条総運4万に対して長野3万5000でよく勝ったな。織田には鉄砲がありますね。画面の真ん中に出てますけど、でここは謙信 VS 景勝、これもすごいよな。まあ謙信が勝つだろうな。3万6000、謙信。さあではまず忘れないうちにねやることをやっちゃいましょう。金金銭が1ってすごいな。1ってよく1残ったよな逆に。そしたらまずは金がないと何もできないんで兵糧を売却しましょう。でだ、その上でまずは進出をちゃんとやっておきます。お金欲しいんで。で配属ですよね。配属取った城に人を入れていかなきゃいけないんですが、
ここは朝倉一門に任せる？金ヶ崎とかは。朝倉の一門衆にお任せをしちゃいましょうか。まあ謀反とかあるんだったらね、この攻略したばっかりの配下に加えたばっかりの人たちをだけの城にするっていうのはね、かなり危険だと思うんですけど、何度か話してる通り大使では謀反がないんで、そもそも安心できちゃうんですよね。逆にまあ浅井長政とお市は一緒にはできないと。かしこまった。で小谷にも人入れたし、清水山に誰入れるかだな。まあ統率が高いところで言うと東堂高虎を入れて、東堂高虎はただ他に一門衆というか東堂一族みたいなのが大使にいるのかって話だな。あ、いるね、ちゃんといる。はっ。で日野城にはそうだな、小笠原入れる？いや、小笠原はでも今犬山を任せてるのかやめよう。わけわかんなくなるんでね。まあ無駄なこだわりではあるんですけど。松平も残して、徳川もダメでしょ？諏訪もダメ。そうなると板垣にするか。板垣信方というか、板垣はねそもそも一門衆的なものがいないか。となると、エマ入れとくよ、エマを。かしこまった。よし、これで一旦配属は OK でしょう。で、多分めちゃくちゃ雇っててお金を圧迫してると思うんで、足軽をね、ちょっとそこを解消していきましょう。承知した。財政がね回復するまではちょっと現状維持にしたい。さあ、これでじゃあ対信長戦に備えましょう。まあ兵糧はねいくらもあるんで、おっと、ここで秀吉 VS 松永久秀か。これ松永久秀がやられるな。松永久秀支援したいけど、兵を貸してあげられるかどうかだな。いや、全然貸すよ、全然貸すけど、兵を貸しても耐えられるのかって話だな。鉄砲、軍馬、金銭、いや無条件で貸してあげよう。その代わりね、負けないでほしいなっていうところですけどね。謙信 VS 影勝じゃない、勝家ですね。ここは上杉謙信に肩入れをしておきましょう。謙信も兵を貸してくれって。いやー、結構みんな兵を貸してほしがるな。
じゃあここは軍馬を片付けない。線借りましょう。でそうするとだ、他が慌ただしくなってきてるんで、さっさと信長を打ちましょうか。豊臣家の光秀ですって言われるとすごい違和感ありますけどね。報告いたす。先月の収支だ。ご命令を。費用度が下がってるところに、まあ、30以下っていうのが目安かな。なってるようなところは火巻きをしていってあげましょうか。ただどこも安定的に承知した。それなりにっていう感じではありますね。承知した。はっ。ルミンが多いところってなってくるとね、もうある程度決まってくるからな。承知した。承知した。承知した。あとは商業ですけどね、商業も進出できるところがだいぶ減ってるからな。かしこまりました。さてこれでだ、信長に対して宣戦布告を仕掛けていきたいんですが、宣戦布告できる？できるね。我が才お見せしましょう。さあ秀吉は信長につくよね。で勝家も信長につく。まあこの辺りは想定通りですね。で足利家、長野家だけか。そしたら早速兵を出しましょう。まずは観音寺23,500出陣するぞ。でさらに同時にバンバンにも兵を出しましょう。家康16,000出陣する。でもうね、一気に攻めた方がいいと思うんで、さらに岩村城も、いや岩村城は逆に放置しておいていいか。終わりだな。終わりに出兵していきましょう。名古屋城に向けて兵6,000だけ。そんだけしか出せないか。長野も同じ。まあ確かにね、今いろんなところに兵を貸し出しちゃっているというのはあるんですけどね。それにしても6000だけか。ちょっと6000だと寂しいな。しょうがない。まあ一旦近江方面を制圧してから、その軍を持ってそのまま終わりに進行していきましょうか。よし、ここは久秀が勝ってくれたね。兵を貸し出した甲斐があったというものだな。報告いたす。先月の収支だ。まあなんとしてもね、秀吉がこれ以上でかくなるのを防ぎたいんで。さあ今回はこう言ってはなんですけど、武将が微妙だな。そもそもの武将が。これにて表情を終わります。かような策はいかがでしょうか。銀山はね、ないんですよ、銀山の。
証券上昇があると言われてもね、あとは鉄砲証券の章の重収化、これはやりましょうか。銀山はね1個あるのか、1個進出したんですね。じゃあ、まず鉄砲徴収をやりましょうね。で、他はというと、古今伝授は、あ、簡易がもらえると。もらいやすくなるというか、いい簡易が安く手に入るってことですね。まあ、豪雪地帯持ってるんで、雪よけもやっておきましょう。正信、堀田正信もなんか言い方がね結構好きだな、こういう言い方。三成のね、ちょっとこの大使の三成の青年モードと、まあ壮年期モードでちょっと変わるのかどうかわからないですけど、声が青年モードはちょっと案外いまいちな感じだな、声は。逃げ道を残すな。影勝 VS 正宗か、これもこれですごいな。報告いたします。かしこまった、かしこまった。さあ、信長が観音寺に出陣してきてるんで、これ戦いになりそうだな。いや、影勝が最上を滅ぼしたからな。勝ちだ、勝ちの気を上げよう。バンバ城は取ったね。そしたらこのまま尾張へと兵を進めていきましょう。まずは長島城かな。出陣する。で、観音寺では左近と信長の激闘が始まりそうな、そんな感じですかね。兵はどんくらい出せるんだ。兵の優位性を生かしたいな、数の優位性。大丈夫ですね。味方23,500、信長15,400ですね。そしたらここは全軍突撃で信長を壊滅させよう、一気に。で、敵の方は数正信忠、あとはこれはお通夜の方かな、あと太田牛一とかねいますが、兵力的にはこちらが有利なので突撃を仕掛けて仕留めましょう。鉄砲隊もいないからな、相手は。あとは信長がね、同じく全軍突撃で来てくれるとすごくやりやすいんだけど、どうかな。味方もね、そうそうたるメンバー集まってますからね。左近に始まり、知れました、安政、お、信長も突撃陣形できてる。これはありがたいな。やりたい、前へ。守りが甘いぞ。信長の部隊を壊滅させられれば、知れました、やりたい、前へ。放て。たださすが信長っていうところかな。安政がだいぶ削られてますね。ただ信長、信忠、信貞、この辺りも削ってるし、お通夜の方も削ってるし、まあ有利には進んでるはずだ。今は引くぞ。さあ、先に安政が改装。全軍突撃隊形同士でぶつかるとひどいことになりますね。今は引こう、一旦引くぞ、一旦引くぞ。これほどと。さあ、あとは人のみにしよう。左近がやられる前に終わりにしたいな。一旦引くぞ。
長吉も敗走させたんで、このまま行ってくれれば決まるかな。やりたい、前。これほどとは。策のある者がいるようです。ただそれにしたって強力だよな、信長軍は。圧倒的戦力で攻めてるのに、突撃が終わってもまだ決戦が終わってないですからね。掴んだ勝機逃しはせぬ。ようやく決まったかな。まあ兵の勝負もそれなりにやりましたね。さすが信長軍という感じかな。見事な戦であったな。さあ菅野じゃ力攻めにして終わらせましょう。で影勝 VS 政宗か。志果たすまで死ぬわけにはいかぬ。よし、菅野じゃ取ったね。まあ、信秀、与助とかも入ってるな。与助とか見るとね、武勇が高くて知略が低いんで、こういう武将は逆にその、軍師統括隊、まあ、光秀の作戦提案で出てくる軍師遊撃の軍師統括隊に入れると、防御力、つまり知略が光秀と同じになるんで、武勇が生きてくる感じになりますよね。かたじけない。では左近はキヨスを落としてもらいましょう。皆の者、我に続け。でどうだろう、岩村城とか攻める。同時並行的に今だったら岩村城攻められるでしょう。兵力的にもね、余裕があるんで、7000の兵で攻めれば落ちるでしょう、岩村城は。いや長野は強いね、頑張ってるね。兵糧さえ持ってれば戦いが続けそうですね。おー、信長がキヨスを我々に譲るとまで言ってきてくれてるのか。まあ、ただここはもう今回信長の息の根を止めましょう。包囲せよ。報告いたす。先月の収支だ。ご命令を。吉本がね、浜松を狙ってくるって言ってるけど、今ねちょっと兵を出されてもさすがに兵糧が連戦が続いてるんで心配にはなるな。承知いたしました。承知した。まあ兵糧もついに10万を超えますね、1回の収穫高が。この城もらい受ける。手を打とう。出陣するぞ。いや信長が800で攻め込んでくるのか、なんかちょっとかわいそうになってくるな。もはや800って言われてもね。まあ一応守備兵と合わせて、何ここはそういうことをやられたな。2600しか展開できないのか、この長島は。いや侮っていたな。やるな信長、さすがだな。お
ただ味方はこの後兵が増えてくるはずなんで、その時までちょっと待ちましょうか。始めよ皆の者、続け。敵の居所掴みましたぞ。さあこれで信長に対して一気に決めにかかりましょう。始めよ。万が一にも負けるわけにいかないからな。1万6000の兵が解体されるっていうのが痛いですよね。信長が巻き返してくるっていうのはもうないと思うんですけど、今ぞ兵を解体して集結してってやるとまた兵糧を使っちゃうんですよね。今ぞ策のある者がおるよ。この攻めかわしてみせよ。放て。朝倉隊がちょっと壊滅するかな。士気は高いですけど。策のある者がおるよ。時は今。力を合わせよ。どうやらここまで来た。今ぞ放て放て。策のある者がおるよ。さあとはいえやっぱりね、数で押し切れましたね。このままだ。油断したか。策のある者がおるよ。邪魔するなら容赦しねえぜ。俺が敗れると。さあこれで、信長ももう抵抗する力はなくなりましたね。いかなる苦難も耐え抜いてみせる。よし、長島も取りましたと。かたじけない。そしたら、家康は騎乗させましょう。戻るぞ。あとは左近の部隊と岩村城攻略隊で、攻撃を任せればいいかな。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。かたじけなし。さあこれでだ。あとは岩村城の方はどうなってる？いや、これ見るとあれだな。信秀7400が迫ってるのか。思ったより頑張るな。そうなると左近隊を送ってこれで岩村城を取って終わりにしますか。出陣するぞ。報告いたす。違う、信秀では石田家ですね。そもそもすでに。それも一つの策ですね。これにて表情を終わります。
はかりごとならばお任せよ。御仏の加護っていうのが出てきたけど、門徒参戦、部隊の兵数が増えるんだ。自社のある戦場で決戦を行うと、味方の部隊の兵数が増える。これは嬉しいな、まあ、ただちょっとできないですけどね。今そうすると無双無兵装攻撃力上昇中、これは大きいんでやりましょう。ちょっとね、鷹の目が遠のきましたけど、なのでサコンは帰らせます。戻るぞ。いやー、終わりも手中に収めましたね、ついに。はで、まぁ、あ、ちょっとね、岩村城を攻略した後に残りの逃げ道を残しおきをやっておきましょう。そしたら三成の居城を移しますか。報告いたす。先月の収支だ。いや、金がない。出奔される前に取引を行いましょう。兵糧を売却しておこう。ありがとうございました。まあ、おそらくね、大量に人を、足軽を雇ってたんでしょ、信長が。勝ち時をあげよう。よし、信長を滅ぼした。まあ、やっぱ統率104の信長で、数正、信忠とかもね、強いですからね、普通に。では、これで、一応信長も攻略したということで、いかがでしたでしょうか。次回はですね、ちょっとどこを攻略していくかっていうのも含めながら、ちょっとね、検討していきたいと思っています。